チェン、苦節5年1勝。ロッテ先発は台湾出身のチェン・グアンユー投手。去年 DeNA から戦力外を受け、ロッテにテストで入団という苦労を経験した人です。昨日は中日打線を7回途中1失点に抑え、来日5年目でプロ初勝利を挙げました。さあ、それではチェン投手の人生初のお立ち台です。疲れましたか？チェン大丈夫です。